タニケ・ラバラには、インドのテルグ語映画で活動する俳優、映画監督、脚本家、詩人。テルグ語映画を中心に、タミル語映画、カンナダ語映画、ヒンディ語映画など750本以上の映画に、関わり、ナンディ賞を3回受賞している。タニケ・ラケは、詩人やテルグ文学者を輩出した絵柄であり、ディワ・カルラ・ベンカータ・バダーニと、ビシュワナ・ータ・サティアナ・ーラ・ヤナは王子。 ディバカルラティルパティサストリーは曽祖,祖父にあたる。バラにはテルグ語の他にタミル語、ヒンディー語、英語が話せる。1970年代から舞台俳優として活動を始め、この間にテルグ俳優ララパリと出会い、彼の助けを借りて脚本家としても活動を始めた。後にアンドラ大学で舞台芸術の学位を取得し、ララパリの助言を得て、チェンイに 活動の拠点を移した。1984年にカンチュカバチャームで映画脚本家デビューし、レディーステイラー、芝などで劇中のセリフを手掛けた。軍団マガーリ・マニバードでは作詞も担当している。1990年にはラームゴーパール・バルマの芝でアッキネーニ・ナーガー・ルズナと共演した。同作のヒットにより、バラにはテルグ語圏での知名度を上げた。 1999年には、名演テレピアルマインパガルで主演を務め、サムドラムでは、ナンディ賞最優秀悪役賞を受賞した。2000年代には、マンマデュードオカリキオカル、サンバ、マリスアリー、ゴーデバリ、ハッピーなどに出演した。2012年に、ミスナムで監督を務め、SP ・バーラス・ブラマニアム・トラクシミーが主演を務めた。 同作では、シネマ賞最優秀監督審査員賞を受賞した。アルバム、ニーローナシビリュー・ゲルドゥ、NA ローナシビリュー・ギャラデューでは7つの歌を作詞している。ありがとうございます。